はい、FM リュウシンド、DJ のリュウシンです。またしてもドライブデジオなんですけれども、移動が多くて、ちょっと用事も多くてですね、なかなかちょっと、ゆっくりデジオの編集する時間がないんだけど、収録するチャンスはあるみたいなね、そんな状況でして、収録するチャンスあるっていうか、まあちょっと用があって、その車でね移動しなければいけないから、その時間を無駄にしたくないから、自分の人生を無駄にしないために撮っているみたいなね、まあそんなような、感じです。はい、まあ前回の放送に引き続き、まあだいぶ後に更新されることになるかと思います。数日後かな。はい、ただね、最近思うのは、SNS とかでね、Twitter とか Facebook とか、まあ、Instagram でも何でもいいんですけど、なんとかなうみたいなのあるじゃないですか。今私は、こんなことしてます。楽しいです。みたいな写真とかアップしたりするじゃないですか。今を、みんなに伝える、今この瞬間を今みんなに伝えるみたいな、行為と、これ冷静に考えたらですよ、デジを撮ってる今楽しい雰囲気を後日別の人に伝える行為はそんなに変わんないんじゃないかなというふうに思うわけですよ。その発表するか否かが今か後日なだけであって、結局でもそれって一緒じゃんって思うわけね。結局はね、その後にみんな見るわけだから、ちょっとその今感があるかないかのはありますけどね。ただね、まあこれが例えば生放送、動画とかのね、生放送みたいになるとまたね、ちょっと違った楽しさみたいなのがきっとねあるとは思うんですけれども、ことデジオに関して言うとですね、まあこれ別に今じゃなくても楽しさはそんなに変わんないかなって思うんですよね。まあリアルタイムでね、コメントを打ちたいみたいな、そういう人はまた生放送の方がいいんでしょうけれども、実際でも生放送をやれるぐらい暇な人って逆にね、逆にリアルの方の人生がちょっとやばいんじゃないかなって思うわけですよ。やっぱり普通の一般の方で、まあ働きながらね、そういう趣味的なことをやってる人っていうのはなかなかね、ライブで、何かをやるっていうようなまとまった時間ないですからね。まあそんなわけで、まあ最初のね、ご挨拶、冒頭のご挨拶となりましたけれども、まあ、これは今日話したい話とは全く関係ないです。で、今日はですね、美大受験の時の僕の話をねしたいかなと思ってます。もうね、美大受験をしたっていうのも19、20歳ぐらいの時なんですよ。で、僕は高校3年の時に大学受験するかしないかっていう選択があった時に、大学受験をするっていう選択肢を選ばなかったんですね。で、その当時ちょっと親とあんまりこううまくいってなくて、まあ今もうまくいっているかどうかよくわかんないんですけど、まあ今もあんまうまくいってないかもしれないですけど、まあ、その当時あんまり親とうまくいってなくて、まあ、大学受験をするにはお金がかかると。で、その美大に行きたいんだっていうね、
その決意表明を親に言えなかったんですよ。相談もできなくて、でまあそんな経緯があって、最初は高校出た後はちょっと働いてたんですね。で働いた経験を持った時に初めて、あ、やっぱり大学行かないとダメだって自分に対して気づきまして、もともと大学に行きたい気持ちはあったんだけど、まあいろいろなね事情の中で行かないっていう選択肢を選んだわけで、やっぱ大学行った方がいいなと思ったのは、やっぱちゃんと物事を考える力を持ってたり判別できる人間でありたいなと思ったんですね。でその時に、その当時で自分が専門でね勉強したいのは、もう美術を勉強したいという気持ちがすごく強かったものですから、美術の勉強をしたんですよ。あ、したというか、そのするために、大学に入んなきゃいけないと。で大学に入るためには美大受験をしないといけないと。で美大受験をするためには何が必要かっていうと、デッサン力が必要なんですよ。で美大受験っていうのは、ほぼ全ての美大がですね、まあ僕全部の大学調べたわけじゃないですけども、基本的にはほぼ全ての大学が実技が必要なんですね。実技っていうのはどういう実技かっていうと、デッサンをする試験があるんですよ。要するに絵を描く、もしくは作品を作るっていう試験があるわけですね。でそこを受からないと美大に行けないわけで、でもしね美大に行ったとしても、美術を学ぶか、限りにおいてデッサン力っていうのはやっぱり必須なんですよね。でそのデッサン力がやっぱりスポーツ選手でいうとこのね、基礎体力みたいなね、筋力、基礎筋力みたいな、基礎体力みたいな、そんなものなので、やっぱり非常に必要なんですよ。で要するに僕は最初の高校の時に美大受験のコースを選んでなかったので、まあ早い人はですね、高校生の頃からもう美大受験用の予備校に通うんですね。これ全くね美大の世界を知らない人にとっては、え、そうなんだって思うかもしれないんですけど、一般の大学を受験するために予備校行ったりするじゃないですか。なんとかゼミナールとかね、なんとか予備校みたいなとこ行くじゃないですか。でそこで勉強するのは、いわゆる机の上での勉強ですよね。これをやります。美大受験をする人は絵を描くための塾予備校に行くんですよ。で、ああそうなんだと思う方もいるかもしれないんですけど、実際そうなんですね。でこういうまあちょっと不思議な世界があるって話をちょっと今回ねしたいなと思うんですけど、まあそれから僕は最初の1年目19歳の頃に一回自分のね高校の母校に戻って、その母校 の美術部の顧問の先生に、まあ、大学受験したいって話を聞いた時に、あ、やっぱ受験をするなら、まあ、予備校行かないとダメだよっていうような話を聞いて、まあ、どういう種類の予備校があるのかっていうことをね聞いてたら、まあ、鎌倉の方にですね、ある美大受験用の予備校があるよってことを教えてもらいまして、それから、鎌倉の方に通うことになりました。はい、話は次回に続きます。ありがとうございます。この話、今回あれかもね、新しい話題かもしれないけど、前も話してたらごめんなさい。失礼します。